ノコギリ屋根の建築物のこぎり屋根とは、ノコギリの葉の形に似た三角屋根の建物。主として宝石、織物、染色関係の産地に多く見られる工場建築である。ノコギリノコギリノコギリまたはギザギザ屋根と表記も様々である。煙突とともに街並みや農村の風景に溶け込んでおり、工場といえば、ノコギリ屋根が、 工場の形の象徴となっている。英語ではノースリットシェットあるいはソートゥースルーフと表記している。ノコギリ姉工場はイギリスで動力食器が設置された1820年代後半から30年代にかけて出現し、日本では1883年大阪宝石三軒宮工場がイギリス帰りの技術者の山辺上部の指導で建てられたのが始まりと言われている。 その後、千住製住所春工、東京府北戸島郡、倉敷防石所春工、岡山県久保屋郡、日本織物株式会社化流工場春工、群馬県山田郡など各地に、ノコギリ屋根工場が建設された。初期のノコギリ屋根工場は、外国製の機械設備を導入した、洋式工場であった。ノコギリ屋根工場が多く残っている、群馬県気流市では、 明治期13棟、大正期36棟、昭和線、前期175棟、1945年から1960年96棟が確認され、1969年を最後に建てられなくなったようである。はじめ電力による動力食器の導入は、原動機からシャフトとベルトを介して、複数を同時稼働させる集団運転方式であった。このため、 工場内部に高さが求められ、最高にも優れているノコギリ屋根工場が建設されたと言われる。社会情勢や景気動向にも建築数が左右されていたようである。ノコギリ屋根工場は、屋根のノコギリの葉の短辺に当たる部分に大きな最高面を取り、内部は奥まで明るく、各地の宝石、電子、食婦、染色、修正などの繊維産業の工場で広く、 採用されている。上部最高面はほとんどが北向きなのは、工場内への直射日光の差し込みを抑え、関節光のため日中の光量の変化が少ない、安定した一定の光源が得られるのが主な理由である。そのため、布の柄や繊維の組織、色合わせや色の組み合わせを見るのに適した建物であった。上部最高面が南向きなら日差しの角度が変化し、 織物が火に焼ける心配もある。わずかにある南向きの理由は不明である。平松家織株式会社工場断面図一部本説の記述はこの文章の脚中記載を出典とする。ノコギリ屋根はイギリスの産業革命期に発達した繊維産業において織物工場や染色工場の建物などで用いられるようになった屋根構造である。ノコギリ屋根の屋根構造では 巨子の歯型の傾斜部分、主に北側屋根から採光することで日中の工場内の明るさを変動が少なく均一にできるようにしている。イギリス最古の宝石工場とされる1827年建築のモスカオミルでも自然光による採光を行う、ノコギリ屋根が採用されている。この建物は、オズワルドツイッセルミルズと名を変えて、資料館と生活雑貨のショッピングセンターとして、 利用されている全国ののこぎり屋根工場を撮影している写真家の吉田恵子が現在までに撮影した都道府県の一覧。市宮市ののこぎり屋根工場はその大半が創業を止めたが、ほとんどはかつて繊維関係の工場であった。織物工場は工場内に直射日光の照射を防ぎ、糸や生地の色や状態の確認に適した安定的な光源を得るため、 上部最高面を北に向けて建てたとされる。市内のこれまでの調査でも、ほとんどの建物が北面最高であった。ノコギリ屋根は、古くからの集落周辺によく見られるが、市街化が進んだ地域でも注意深く探すと、密集した住宅やビルの間などで確認できる。現存数は、分布調査を終えた、市北部だけで2500棟を超え、 市内全域では3000棟を超すものとみられる。工業統計によると、ピーク時の1972年には市内で8276箇所もの線に関連工場があったという。8000を超える工場のどの程度がノコギリ屋根であったかは不明である。2005年時の同工場数は1725箇所まで減少している。ノコギリ屋根が市域にいつ電波したかは、 はっきりしていないが、ノコギリ屋根が、地域近辺で広がりを見せたのは、毛織物生産の進展とともに、電力の普及や、食器などの動力化が進んだ、大正期であったとみられる。微細地方のノコギリ屋根工場の、歴史微細地方での発祥は、明治期にあったかは不明であるが、大正初期に、電力の普及とともに、基調周辺の食婦工場などで、敵から力食器の導入、 毛織物生産とともに工場建築としてノコギリ屋根工場が建設された。1920年間の愛知県人四六には市宮市内では16のノコギリ屋根工場の写真が掲載されている。その後、戦前には各地で工場群を形成した。戦後は昭和40年代までノコギリ屋根工場は建設されたという。大規模な織物工場もあったが、 二から三連の小規模な、旗屋と呼ばれるノコギリ屋根工場が数多く建てられ、毛織王国を支えた。近年は長引く、繊維不況による廃業や老朽化、所有者の世代交代などで取り壊しが、相次ぎ減少の一途をたどっている。日本最大の毛織物産地となり、地域経済の発展を牽引してきた微細地方の、ノコギリ屋根工場は、今後産業遺産としての調査。 記録や保存、活用が求められている。同市の平松清織のように、工場として使わなくなったノコギリ屋根建物を、アートスペースやカフェに転用する例も出てきている。市宮市の現状を終わりノコギリ調査団、微細地方のノコギリ屋根工場の一時調査より、木造ノコギリ屋根工場のほとんどは、上部最高面の上に小屋根を出し、最終連の上部最高面の下に日差しを設ける。 ことが多い。鉄骨作りと鉄筋コンクリート作りのノコギリ屋根工場の多くは、上部最高面が垂直、屋根面がスレートで吹かれ、外壁面をモルタルで塗り、小屋根がない場合が多い。市宮市内の工場数の変遷級、中島軍基調の例より、現在の市宮市域における繊維産業の工場数の変遷を見る一つの指針として、 のこぎり屋根工場が密集していた旧、中島軍基調域の木、この部中島、三条、大徳地区の微細化織工業、共同組合加入者数の変遷を見てみる。大正期から昭和戦前期までは増加傾向であるが、終戦後の九百四十四年には、前年の国の指導で、軍需工場への転業が約七パーセントと廃業が約五十三パーセントと多く、創業は、 半数以下となる。戦後戦前以上になり、副業や戦後に建てられたノコギリ屋根工場も多いのと、符号するようである。1944年は、前年の政府の第二次企業整備令による、軍需工場への転業、または廃業で創業は大幅に減少し、下の表は地区ごとの変遷の内訳を表示した。現在の工場使用状況線移業稼働中の、 主な工場再活用されている主な工場。ありがとうございます。